まあ、ダフりに悩んでるっていう方は、どのスイングの位置で、その右に重心がずれてるのかどうかチェックしていく。一言でダフりといっても本当にいろんな理由がありまして、大きく分けると3つ。一つは重心のずれですね。ボールに対して打っていく際に重心が右にずれてしまうと、早い段階でボールの手前にクラブが当たってしまう、いや最下点がボールの手前になってしまってダフってしまう。で、二つ目はアーリーリリース。振り下ろしていくときに手首が早くほどけていった結果、地面にこう、まあ、ボールの右側に最下点が来てしまってダフってしまうっていうパターン。最後に3つ目はクラブの軌道です。でクラブがインサイドからクラブが入りすぎてしまうと、最下点がボールの手前側に来てしまってダフってしまうっていう、大きく分けると3つあるんですけど、まあ、これを全て一つの動画で説明してしまうとちょっと長くなってしまうので、今回は重心、この重心についてを深掘りして話していきたいと思います。まあ、この重心が右にずれるっていうのはやっぱりこうダフりのミスの中でもかなり大きく割合を占めていると思うので、この動画を最後まで見ていただけると、重心が右にずれてダフってしまうっていう方はその重心のポジションを直してダフりがかなり軽減されていくと思うので、本当にダフりを直したいっていう方はぜひこの動画を最後まで見てみてください。で重心が右にずれてしまう、じゃあといってもどこでずれてるのかってなかなかこう気づけないと思うんですね。構えた時にずれちゃってるのか、上げた時にずれちゃってるのか、打つ時にずれちゃってるのかっていうのはなかなか自分では気づけないと思うんです。そんなことやってるつもりないよっていう方がやっぱりほとんどなんですけど、自分の感覚と実際の動きってやっぱこう合わないことの方が圧倒的に多いんですね。レッスンしててもそうなんですけど、なのでできれば皆さんもその今スマホとかすごい大体の方持ってらっしゃると思うので、ちょっと練習場だと正面側っていうのは撮りづらいかもしれないんですけど、まあ、どっかのタイミングでこう正面からの映像、ご自分のスイングの映像を撮っていただいてチェックしていただけるといいのかなと思います。で今回はその正面側からの映像を特に使いながらスイングにこう線を引きながら分かりやすく説明していきたいと思います。まあ、その方が自分のスイングが可視化されるので、非常にイメージと実際の動きっていうのがどれだけずれてるのか、どうしなきゃいけないのかっていうのが分かってくると思うので、ちょっと最後までぜひ見ていただけたらなと思います。今回は7番アイアンを使って説明をしていきます。でまずアドレス、構えた時のチェックポイント、通常、体重のまず配分でいうと左右5対5半々にしっかりこう体重が乗ってるかどうか、そしてボールのポジション、だいたい肩幅ぐらいに足を開いたとして、自分のセンター、体のど真ん中よりもボール、半個から1個左にある状態、これが、正しい構えの形となってきます。これが基本の構えだとして、ダフってしまう場合は例えばボールのポジションが極端に左に来てしまっている、この場合もクラブの最下点というのはボールの手前側に来やすくなってしまうので、ダフりの原因となってしまいます。または体重の配分が5対5から右に多くなってしまう、これも重心が右に残りやすくなってしまうので最下点が右に来てダフりの原因になってしまう。そして体の軸ですね、軸自体が右に傾きすぎてしまう、軸が右に傾いてしまう、そうするとクラブを振った時の 円の最下点がボールの手前側に来やすくなってしまってダフりの原因っていう風になってしまいます。今度はモニターでの見方を説明していきます。このような形で映像を撮っていただいた場合、携帯のアプリとかでもスイングチェックできるアプリありますので、このような形で一度線を引いていただけるといいかなと思います。
僕のこのスイングのアドレスの形が基本形になります。イメージを湧きやすくするためにここはちょっと円で表現をしていきたいと思います。これがスイングの円だとしたら、正しく構えられた場合っていうのはクラブの最下点というのはこのボールのポジション付近に来るわけですね。頭のポジションと体の左右、そしてクラブ、これが構えた時の基準となってきます。必ずしも正確ではないんですけれど、このようなスイングの軌道ができるわけですね。重心がしっかり5対5の形で構えられていた場合、ボールのポジション全てが正しかった場合、このスイングの円、この最下点がボールのあたり、もしくはボールのちょっと左に来るわけです。でこれが例えばボールの位置が左に来ましたよってなると、このスイングの軌道というものは最初からこのような形、極端かもしれないんですけど右にずれ込むような形になってしまって、最下点がボールの右にどうしても来やすくなってしまうんですね。真ん中にあった重心が例えば右に大きくずれてしまった、そうなってくると円というものもこれもまた右に大きくずれ込んでしまって、ボールのクラブの最下点が右に来てダフってしまう。そして重心が右に来てしまう、これもこのスイングの円が右にずれてしまうので最下点というものが右にずれやすくなって、結果ダフりのミスというふうにつながってきてしまいます。そして軸ですね、軸が右に大きく傾きすぎても同じくこの円の最下点が右にずれやすくなってきてしまいます。もちろん正しく構えた時というのは軸ですね、軸自体が大きく右に傾きすぎてしまった場合、もちろん、構えた時というのは少し右肩が下がっている形にはなるんですけれども、この傾き自体があまりにも大きく傾きすぎてしまうと、これもまた円の軌道というのはどうしても右にずれてしまって、ボールの手前、こちらが最下点になってダフりやすくなってしまう。でスイングをチェックした際にご自身がどのような形になっているのかっていうのをまずアドレスでチェックしてみていただけると、実は構えている段階でダフりを誘発してしまうような構えになっているパターンもありますので、こちらをまずはチェックしてみてください。テイクバックからトップにかけては頭の位置だったり体のポジション、先ほど左右に引いた線の間に残るような形でバックスイングをしてあげるといいんですけれども、ダフりのミスをしてしまう、要は重心が右にずれちゃう方っていうのは上げていく過程でこのような形で右側に軸が動いてしまったりだとか、ちょっとこう体のこの傾きっていうのが大きくなりすぎてしまう。もちろんここからビシッと元の場所に戻せることができるんだったら、もちろんそれはナイスショット打てる可能性は高いんですけど、実際何回も何回もそれを再現できるかっていうとなかなか難しくて、どうしても右に残った状態で打ってしまう、で結果ダフってしまう、最下点が右に来てダフってしまうっていう方が非常に多いので、できるだけバックスイングというのは頭のポジションであったりとか体の位置がずれないように上げていけるようにしてあげると、ダフりのミスというのはかなり少なくなってくる。顔の位置、軸がぶれないようにバックスイングしていくっていう方法は以前簡単な練習方法というものを動画で出してますので、概要欄に貼ってますので、そちらをぜひチェックしてみてください。最後にダンススイングに関しては、左側構えた時の左側にセットしたこの2本の線、ここの線に対してしっかり戻っていく、少し体が出ても構わないです。で左にしっかりバランスよく移動しながらインパクトしてフィニッシュにかけてはしっかり左足にほぼ全ての体重が乗ってますよっていう状態を作ってあります。ただこの時に振り下ろしてきた際に下半身は
ちゃんと出てきてるんだけど、上半身が最初に引いた線に対して届いていないっていう場合は、今度は軸が右に傾きすぎてしまっているパターンになるので、これは最下点が右に来てダフりやすくなってきてしまいます。ですのでダウンスイングではしっかり左に体重が移動しつつ、左の線に対して体がしっかり戻ってきているか、まあ、ちょっと飛び出しているぐらいでいいですっていうのを、まあ、チェックしながら見てあげると、ダフリや最下点右に来るっていうダフリのミスをかなり軽減できると思います。あとはこの左サイドに対して下半身上半身ともに戻ってきてない場合は、右にどうしても重心が残っている形になるので、これもまた当然最下点が手前に来てダフリのミスっていう風になってしまいます。これらのポイント、アドレスからバックスイングと、そしてダウンスイングからインパクト、これらのポイントでご自身がどのポジション、どの部位、どのスイングの位置でその右に重心がずれているのかどうか、まあ、ダフリに悩んでいるっていう方はスマートフォンなりでスイングを撮影して、このような形で線を引いてチェックしていく。アマチュアの皆さんもぜひこのような形でスイングを取ってみて、線を引いて自分の目で自分が本当にやりたいスイングができているのかなっていうのをチェックしてみてあげると、かなりゴルフ上達していけると思いますので、自分で取ってみて、まあ、線をしっかり引いて確認していけると自分のスイングっていうものが見えてくると思いますので、この動画を参考にしてゴルフ上達の役に立てていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。